はい、皆さんこんにちは。今回は水彩の効果的な塗り方3選ということで、3種類の塗り方を紹介していきます。さあ、ここにですね、リンゴを3つ描きました。で、この3つのリンゴをですね、それぞれ違う風に塗っていきたいと思います。まずですね、最初にご紹介する塗り方は、この赤いリンゴの上に青い絵の具を塗ります。で、なんで青を塗るのかっていうと、先に影の部分を塗るんですね。先に影の部分を塗っておくことによって色に深みを持たせる、そういう塗り方ですね。私が美術予備校に行ってる時に先生から教わった割と古典的な塗り方になります。はい、影の色はウルトラマリンです。こっち側から光が当たっているっていう設定なので、影はこの辺りですね。はい、で乾かしておきます。今度真ん中のリンゴを塗っていきます。真ん中でご紹介するのはですね、もう普通に一度真っ赤に塗って乾かしてからまた塗っていくっていう、まあ普通の塗り方ですね。はい、光の当たる部分はティッシュでちょっと拭きます。で、こちらも乾かします。この一番右側のリンゴは絵の具をつけない水筆で一回濡らしてから赤を、リンゴの色を塗っていきます。で、この際の注意なんですけれども、水はですね、この筆を濡らす水、きれいな水使ってください。一回絵の具を溶いたりした色のついた水使ってしまうとですね、その絵の具の色の水になってしまうので、できるだけ綺麗な水を使ってくださいね。はい、一度まんべんなく濡らします。そうしましたらバーミリオンで塗ります。ちょっとこうにじんだような感じになりますね。イエローとか他の色も足します。はい、あんまりいじりすぎると絵の具が混ざっちゃったりするので、この辺にしておきます。はい、一番左側のリンゴですね、影の部分を先に青く塗っておいたリンゴです。で、こちらにリンゴの赤を塗りたいと思います。普通に塗ります。少しだけ青みがかっていてですね、影の色を先につけることができます。真ん中のリンゴの描き方が一番普通の描き方かもしれないんですけど、普通に塗り重ねていくっていう描き方ですね。ただこの紙の場合ですね、もう一回塗って乾いちゃった色が全然落ちないよっていう紙もあります。でもこの紙の場合はこの下の色が水筆でなぞると落ちていくっていう、多分取れますよ。ほら、ちょっと端っこで分かりやすく説明しますね。端っこのところに濃いめに赤のせて、ちょっとこれ乾かします。多分乾いた後に水筆でなぞるとある程度落ちるというか、絵の具動くと思うのでちょっと待っててください。そういう
表現のできる紙ですね。これたまたまそういう紙なのでやりますね。一番右側のリンゴなんですけれど、だいぶにじみが効いてきましたね。はい、だいぶにじんでます。じゃあちょっと水筆でなぞってみたいと思います。これ水筆でもう乾いた色ですよ。乾いた色を水筆でなぞると、この紙の場合は溶け出しますね。結構溶け出しますね。これ紙によってきっと違うと思います。全然動かない紙もあります。でもこれだけ、このビフアールっていう水彩紙は結構溶け出しますね。でここでさらにこう何か色を付け足していったりしても、ちょっとぼかしみたいなことができますね。青で先に影をつけたリンゴですね。もう青い影ってそんなに目立たなくなったんですけど、でも確かに効いてる感じがします。まだこれ2回しか、最初に青塗って次に赤塗ってって2回しか塗ってないんですけれども、まあそれでもこうなんていうか、ちょっとこの影の部分だけ色に深みがありますよね。ちょっともうちょっと影塗りますね。床に落ちる影とかにもこう青を使ってあげると、あ、影に青を塗っておくといいよっていうのを塾で教わったので、この描き方ご紹介しました。でこの真ん中のリンゴは普通に描いたものです。普通にこうドライな色というか、特にぼかしたりすることもなく、ひたすらこう色を普通に重ねたっていう描き方ですね。こちらのリンゴには紫っぽい影をちょっとつけてみたいと思います。多分どんな床の上に乗ってるかっていうことも影響してくるかと思いますが、こういう紫っぽい影もお試しで実験でやっています。はい、そして一番右のにじみを使ったリンゴですね。これはなんかこれでうまいこと絵の具が広がっているような感じがしますね。で少し茶色っぽい影を着たいと思います。木の床に乗ってるみたいな感じですかね。木の上に乗ってるとちょっと茶色っぽいかもしれないですね。はい、じゃあまとめます。ですね、最初に青を塗ったこの古典的な方法ですね。この方法、影の部分のみをですね青く塗ります。そうすることによって色に深みが出るっていう描き方ですね。この描き方結構おすすめです。私が受験生の時にはもう最初に青とか紫とか影になる部分を最初に塗ってやってました。でですね、次にこの普通に塗るっていうやり方ですね。まあこの3種類の塗り方の比較のためにも、まあ普通に塗ってみるっていうのを、まあ、書いたんですけれども、この普通に塗っていくで必要になれば、ちょっとこう水筆でぼかしたりもしたりとか、そういうやり方もできる。この普通に塗るっていうのも結構いい塗り方だと思っていて、あんまり木をてらって塗らなくても、まあ、実直に絵の具を塗り重ねていくっていうやり方も水彩で綺麗に塗れますので、普通に塗るっていうやり方も良いと思います。でこの一番右のにじみを効かせるやり方ですねは、最初に水筆で全体を濡らしてからリンゴの赤をのせて、でこれ黄色なんですけれども、ちょっと黄色とかオレンジとかでにじませるっていうやり方ですね。こうするとにじみの効果が出せます。はい、さっきちょっとぼかしたところも
いい感じに滲んでますね。はい、こんな感じです。皆さんいかがでしたでしょうか。水彩でいろんな表現の仕方試してみてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。